ドラムコーチの高田です。今回はトーマスプリジェン式ダブルストローク強化法をご紹介いたします。トーマスプリジェンを知らない方はぜひ一度チェックしてみてください。もうどこをどういう風に叩いてるんだかなんだかもうっていうドラマーです。 YouTube にもアップされてるので探してみてください。彼が普段どういう練習をしているのかを聞かれた時に教えてくれていた練習法です。先ほどの動画を見ての通り、手順はさほど難しくありませんが、タムの音をしっかり出そうとすると結構大変です。なので筋トレの感覚でやると良いかもしれませんね。では譜面と合わせてご覧ください。いかに早く音粒をはっきりさせながら叩くということを意識しながらやってみてください。手首から肘にかけての筋肉がツーってなってくるとすれば、それは余分な力が入っている可能性があります。叩く角度や意識する部分を変えてみてください。やっているうちに楽な叩き方が見つかるはずです。これをしばらくやった後、いつものように叩くと3倍くらい早く手が動くようになりますよ。ダブルストロークを強化したい人はぜひやってみてください。そうすればトーマスプリジェンみたいにあなたも必ず叩けるようになる。今回はここまで。動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。よかったと思った方はついでにグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。ものすごく良かったと思った方はチャンネル登録してもらえるともっと嬉しいです。もっとかっこいいドラムが叩けるようになりたい方はノットノーマルまでどうぞ。それではまたお会いしましょう。